おはようございます。ケンタのゲーム実況一部へようこそ。皆さん、野球ボールってあるじゃないですか。野球をやってる人って必ずと言ってもいいほど野球ボールを持っているはずなんです。で、野球ボールって結構高いじゃないですか。安く手に入れたいという人がいるんじゃないかと思いまして、今回はね、紙で野球ボールを作っていきたいと思います。でね、多分皆さんが想像する紙でできるボールって多分こういうものなんですよ。こういうね、あの新聞紙を丸めて、こんなんじゃもうダメですと。もうこれはもうすぐ壊れちゃうし、それに作る手間もかかるということで、今回はもっと野球ボールに近づけて、見栄えもよく、フィギュアもよく、簡単に、誰でも簡単に作れるという野球ボールを作っていきたいと思います。で、完成したものがこちらになりますね。はい、結構よくできてるんじゃないですか。これ実は紙でできてるんですよね。今回はこちらのボールの紙で作る方法を教えていきたいと思います。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。では早速作り方の方やっていきましょう。材料本当にシンプルなんですけど、多分皆さんね、すごい低安価で、得られる紙ですね。これはまあ大前提として必要なんですよ。でね、新聞紙とかでもいいんですけど、新聞紙がなくて。ちょっとね、余ったノートの紙で。で、あとは、あってもなくてもいいんですけど、こちらのペン。ペンを用意していただく。これだけです。これだけで、先ほどのようなボールが作れるようになります。では、まず、ステップ1ですね。まず、紙を丸くしていきましょう。ボールを作るわけですから、紙が丸くないと話になりません。ということで、まず、紙をね、丸めていきましょう。ほんで、こういう紙って四角いじゃないですか。ただ丸めちゃうと、ちょっと四角くなって、ちょっと耐久力もなくなっちゃうので、ここは丁寧に、ここがポイントですね。丁寧に半分に折っていって、ここで、丈夫になるかが決まります。で、ここから、三つ折りぐらいにして、でここから折っていくと。ただここでね、ちょっと力ない人は大変かもしれないですけど、ここから折るのはなかなか難しいですね。でも頑張れば、大人の人であれば簡単に丸くできるでしょう。皆さんが作るときはね、お父さん方に頼んでもらって、次はこちらの紙を、こちらのね、また別の紙で包んでいきましょう。これは気にせず、普通にね、上からかぶせていただくというだけなんですけど、これもうだいぶ丈夫なんじゃないですか。これもう従来のものよりも結構丈夫にできてる気がしますね。次、また紙を。でね、こっからちょっと、これでも結構完成形に近いんですけど、ここで一手間というか、より完成度を上げたいという方は、ここで、時間をかければかけるほどね、先ほどのボールに近づくことができると思います。はい。では、軽く握っていきましょう。だいたい3分ぐらい。時間なんですね、これは。何回もにぎにぎするというよりは、時間握ってた方が、紙の性質上ね、丈夫になりやすいです。ね、この握ってる時間もね、できれば、親御さんに頼むんじゃなくて、自分でやられると、結構握力のトレーニングにもなります。はい、どうですかね。結構ね、丸くなってきたんじゃないですか。だいたいこんな感じでいいかな。10分ぐらい握ってましたけど、ここまでする必要はないかな。だいたいこんな感じで、もう結構丈夫にできてる感じもしますね。触った感じ、硬式ボールほどはないけど、軟式ボールぐらいの、感覚ですかね。それで、さっきのマジックペンを用意、ここでマジックペンを、
めっちゃ噛む。マジックペンを用意してください。まあ、ここからは本当にあのまあマニア向けというかあのお楽しみ要素という感じなんですけど、ここにねちょっとした、模様を入れていきましょう。名前とか好きな、ね、マークとかさ、好きな選手のサインとかね、そういうことでモチベーションを上げることができると。何書こうかな。よいしょ、こんな感じで、ちょっとね結構自分にしてはうまくできたんですけど、NPB のマークを書いてみました。どうですかね。これ定規使ってないんですけど、結構完成度高くないですか。はい、ということで今回こんな感じで紙で公式ボールを作っていったんですけど、こうね、まあ慣れれば簡単というか、まあ、最初は難しいかな。でも慣れればもうこんな感じのものはすぐできると思います。なのでね、皆さんもどんどんボールを作って、で練習に励んでいってほしいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ケンタのゲーム実況市場でした。またね、バイバイ。良いエイプリルフールを。